ようこそ腕時計本舗へ、スタッフのズマさんです。はい、ズマさん、はい、今日は何を紹介してくれるんでしょうか。はい、本日はクロッシーのドラマで着用されていてとても人気があったモデルをこちらに準備したので紹介したいと思います。今日ご紹介するのはこちら、見えますか。あれ、これ2つにグループが分かれてるんですけど、そうなんです。これどういう意味があるんですか。はい、こっちの3本が水コレクションで、こっちの2つが光コレクションって言って、ちょっとシリーズが異なっていて、デザインも微妙に違っていて、ちょっとそれを詳しくご説明しますね。なるほど、シリーズが分かれてるんですね。はい、はい、そうなんです。じゃあ、まずは光コレクションについて教えてください。はい、お任せください。はい、じゃあ早速光コレクションからご紹介したいと思います。光コレクションは、ですね、横幅が27ミリで結構小ぶりなんですけど、光コレクションって言ってるぐらいなんで、太陽の光をイメージしてつけてるとすごいこうキラキラする感じになってます。すごい可愛いです。で、インデックスの部分が12時と6時と9時の位置がカットインデックスになってて、ここもね、すごい腕を動かした時にすごくキラキラなって、とっても綺麗でおすすめです。はい、ありがとうございます。では次は水コレクション、はい、こちらですね。水コレクション、はい、こちらはどういうシリーズですか。はい、さっきの光コレクションは力強い太陽の光っていう形だったんですけど、こっちの水は透明感のある柔らかい雰囲気を時計で表現しています。ベゼルのデザインとかも全部ね、すごく丸くなってて、で、文字盤の中にミルグレインドロップガラスって言って、ちっちゃく雫をイメージしたガラスが縁に入ってて、これがめちゃくちゃキラキラしてすごい可愛いんです。光と比べるととってもこう柔らかいイメージになるので、光と水で全然イメージも変わるんで、まあ好みがあると思うんですけど、どっちもね、とっても魅力的なので、僕おすすめです。水コレクションと光コレクション共通のスペックがありまして、まず一つ目なんですけど、太陽光とか室内とかのこういう蛍光灯のわずかな光を受信して充電してくれるんで、定期的な電池交換が不要になります。電池交換って時計屋さんに持って行ったりとかしてやってもらわないといけないなっていうので、めんどくさいなって思う人もたくさんいると思うんですけど、それをしなくていいのでめちゃくちゃ楽ちんです。あともう一つありまして、時刻を自動的に修正してくれる機能がついてます。日本と中国とアメリカとヨーロッパ、世界4エリアで自動的に、時刻を修正するのと、カレンダーを修正する機能がついていて、普通の電池の時計だと自分で時刻を合わせないといけなかったりとか面倒くさいと思うんですけど、それもね、自動に勝手にやってくれるんで、とってもおすすめポイントです。はい、今ちょっと共通のスペックの部分はお話しさせてもらったんですけど、その中でも特におすすめポイントが3つありまして、まず1つ目が軽さで、2つ目がラボグローンダイヤ、3つ目が桜ピンクになります。で、順番にちょっと説明させていただきたいと思うんですけど、まず1つ目、軽さですね。軽さなんですけど、軽いっていうのは多分実際にこうやって手に持ってみないと絶対にわからないと思うんで、グラムね、測りますね。ちょっとで、この水コレクションが 34.5g なんですよ。 34.5g ってじゃあどんぐらいなっていうところなんですけど、分かりやすいところで言うと、生卵の M サイズが 50g なんですね。で、それよりもはるかに軽いっていうので、ちょっと伝わるかなと思うんですけど、腕時計つけてるとちょっとこう腕しんどいなとか外したくなったりとかしたりすると思うんですけど、ステンレスより、40% 軽くなってます。つけてるの本当に忘れるぐらい軽いっていうのが、まず一つ目のおすすめポイントですね。はい、二つ目のおすすめポイントがラボグローンダイヤで、ラボグローンダイヤとは水コレクションのマスコミモデルにだけリューズの部分に付
けられてるダイヤモンドなんですけど、これがラボグロンダイヤって言って、ラボ研究所でグロー育てられたっていうのでラボグロンダイヤなんで、研究所で作られてるダイヤモンドなんですね。でも輝きとか硬度とかは天然のダイヤモンドとほぼ一緒っていうところで、環境に配慮したダイヤモンドが使われています。何が違うのって言われたら多分絶対わからないぐらいめちゃくちゃキラキラしてて、ここがねすごくおすすめポイント2つ目です。はい、3つ目のおすすめポイントなんですけど、桜ピンクなんですが、水と光両方にねあって、地図のオリジナルカラーなんですけど、ちょっとまあ文字盤の感じで雰囲気は変わるんですけど、カラーは全く一緒になってまして、で桜ピンクってあんまりこう聞きなじみないかなと思うんですけど、これねなんか日本人の方のこう肌に合うように作られてて、女性の肌をこう美しく明るく見せるっていうので作られてる特別なカラーで、こう地図さんでしか買えない桜ピンクっていうだけで結構ね人気があるモデルなので、この桜ピンクカラーめちゃくちゃおすすめです。はい、けどこの革ベルトのモデルもとっても可愛くってすごい人気です。特にこっちのカラーがめちゃくちゃ人気で売れてます。このグレージュのねベルト結構珍しいと思うの で、まあ、カジュアルにも大人っぽい感じでもすごく合わせやすい、オンでもオフでもどっちでも使えるかなと思うので、すごいおすすめかなと思ってます。はい、では以上、クロスシーの水コレクションと光コレクションっていうのを今日は中心にお話しさせていただきました。商品の詳細は概要欄に貼り付けておりますので、ぜひ興味がある方はご覧になってください。で今日のこの動画が参考になったよとか面白かったよっていう方がいらっしゃいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。